によりかかる。歌えど歌えど報われないのは、君の言葉が悲しすぎるから、ラブソングを書かないと。奴らにはわからない、犬の瞳にはバラもモノクロ、同じように君の見上げている空も本当は赤いかもしれない。青く見えるだけさ、果たして一体誰が君の声を聞くと奴らの家はお花畑の中にあって、いつでも3時のやつの時間、呼んでも呼んでも気づかれないのは、君の言葉が日本語じゃないか。Yeah.